おお、おお。皆さんこんにちは、いちおか元気です。今日はですね、おかげさまで20万人達成しました。撮影時には登録者は19万7千人。ここからね、撮影して出すまでね、2週間くらいですね、時間がありますので、そのくらいになったら20万人達成していたらいいなという感じで撮っております。実はですね、僕ね、10万人の銀の盾がまだ届いてないんですよ。もしかしたら過去ね、サポートとかしてたりとかする人はなんか直接行ってね、こう表彰式とか前あったみたいなので、その関係でもらえてないのかもしれないんですけど、もう待てないので銀の盾を本物の銀で自分で作ってみたいと思います。どうやって本物の銀で銀の盾を作るかというとですね、見たことある人多いと思います。真ん中は鏡みたいに反射しているもので、周りはですね、マットな感じの銀色になっております。鏡になるくらいこの反射しているところはピカピカに銀をしなくちゃいけないと。そもそもですね、なぜ鏡とかがそのまま映ったりとか、金属とかがめちゃくちゃ磨くと反射するくらい綺麗なピカピカになるかというとですね、光っていうのは粒子なんですね。光の粒がこうやって飛んでくると思ってください。この粒がね、当たる面が真っ平らだったらそのまま反射していく。表面がね、もしこうボコボコしている場合は、光のね、粒がね、当たったら変な方向行っちゃうわけですよ。そうすると白っぽく曇りガラスとかマットな色調になるわけです。なので銀をね、綺麗に真ん中のところはする必要があるということです。鏡にしちゃえばいいわけですよ、銀の鏡。皆さん、鏡ってどうやって作ってるかご存知ですか？だいたいガラスとかの裏側にですね、銀とかアルミとかの金属をですね、綺麗に貼り付けることでできてるんですね。やり方は簡単です。ガラスを買ってきて、ガラスの裏面に綺麗に銀のメッキをつければ鏡になるということです。ではですね、まずこちらのガラスを銀の盾のサイズに切っていきましょう。ある YouTube のサイトによると、金の再生ボタンのサイズは高さ 305mm、 幅 249mm、 真ん中のね、再生ボタンのところが高さ 93mm、 幅 132mm ってことですね。これに従って作っていきましょうか。 305mm、 そしてここに四角い窓を開けます。はい、描けました。こんな感じでね、下書きを描いたので、線に沿ってガラスをカットしていきましょう。これガラスカッターっていうのがあって、先っぽにね、傷つけるローラーがついてます。表面に傷をつけてパキッて折ると、そこから裂けてね、折れるんですね。いきます、せーの、きた。おお、結構綺麗に切れたね、これ。よし、じゃあちょっと行ってみよっか。おお、はい、横がこう削れてまっすぐになったので、ここまではいいんですけど、ここの中が問題ですね。まずは四角くちょっとね、傷をつけましょうか。こっからね、この角の丸みですよ。これをね、こちらダイヤモンドカッターを使っていこうと思います。ガラス用のね、ダイヤモンドカッターで、この先にですね、人工ダイヤモンドがいっぱいついていて、削ってくれるんですね。で、くるくる回すことで丸く穴が開けれるはずです。やってみましょう。では、いきます。はい、なんとかうまくいきましたね。こんな感じで、はい、ガラスができました。ピカピカしてるところはこの真ん中だけなので、曇りガラスを作っていこうと思います。これがですね、曇りガラスにする機械ですね。これ何をやるかっていうとですね、ここからですね、砂を吹き出します。で、細かい傷をつけて、すりガラスにしようという、そういう機械ですね。細かい砂何でもいいんですけど、アルミナを使いますね。酸化アルミニウム。じゃあまずテストですね。このプレパラートをね、すりガラスにしてみようと思います。これで吹きつけます。おー、吹きつけてる。おー、すごい、すりガラスになってる。手で持ってたところはやっぱ透明なんですけど、砂吹きつけたところすりガラスになってる。裏が銀色だったら、すりガラスの曇った銀ができるんじゃないかと。やってみましょう。まず基本的な溶液を作成していきましょうか。蒸留水1リットルに硝酸銀を 17g 入れます。
これで 0.1 モルの硝酸銀水溶液ができました。6モルのアンモニア水を作ります。これでね、6モルのアンモニア水ができました。純水 200ml にグルコース 50g を入れたグルコース水溶液を作ります。ではいよいよ銀鏡反応やっていきましょう。スライドガラス銀を蒸着させてみようと思います。硝酸銀水溶液にアンモニアを少しずつ加えていきます。入れると茶色くなります。茶色くならなかったところで止めます。ここからはね、失敗すると爆発の危険性があるっていうのでね、はい、透明になりました。でここにですね、アルデヒド基っていうものをね、持つ物質を加えるとですね、この溶液がですね、還元されて銀が析出するんですね。アルデヒド基がついているものっていうのは、皆さんご存知のホルモアルデヒドとか、二日酔いの原因物質のアセトアルデヒドとかがね、ありますね。まあ、今回はですね、グルコースを加えていこうと思います。一定温度で温めたところに硝酸銀水溶液を入れます。グルコースを入れると、はい、でこれでよく混ぜておくと。じゃあね、これでねちょっとね時間を置いておきましょうか。さあちょっとね時間が経ったので見てみましょうか。表側はこんな感じですね。表面をね落とすと、お、こっちはまあまあいけそうな気がするね。はい、若干まだムラがありますが鏡になりました。これ銀鏡反応したところにすりガラスのをかぶせれば、こんな感じでマットな感じの銀ができるんじゃないでしょうか。これでやってみようと思います。このフラスコをですね、スライム型にならないかなと思って、いつものこちらラクーさんに来ております。バランスよく綺麗に、あたたたたたた、いやこれはでもまあ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 、まあこのぐらい切れりゃいいんじゃねえの、はい、ね、スライムの角に熱っ工芸で、これは生まれて初めてだよ、マラステンギンバオリしてる。はいはい、切れた。お、来ました、ありがとうございました。メタルスライムの器完成しました。めっちゃ形スライムっぽくないですか。これをね、銀コーティングしたらメタルスライムができるんじゃないかとやってみましょう。あ、ちなみにね、廃液はね、これ硝酸銀爆発する可能性もありますし、金属が含まれているのでね、ちゃんと廃液業者に出すようにしてくださいね。硝酸銀水溶液にアンモニアを足して、アンモニア製硝酸銀水溶液にしていきます。じゃあここに入れます。グルコースを入れます。これで反応が起きると。混ぜます。なってきたね、銀の玉じゃん。ゴールド。メタルスライムの中って金色なんだね。誰も中見たことないね。え、はい、めっちゃ綺麗なメタルスライムができました。はい、こんな感じでね、スライムにパックしておきましたので、細かい傷をつければ顔ができるんじゃないかと。やってみましょう。こんな感じですね。砂でガラスに傷をつけていきます。さあ取り出してみますか。じゃあね、顔のパックを外して周りの砂を洗い流してみます。本物の銀で作ったスライムできました。かわいいフラスコから作ったとは思えない。はい、ではね、本物の銀でメタルスライムができたところで銀の盾作りに行きましょう。じゃあいよいよ本番のこのガラスでやってみましょう。硝酸銀水溶液、これ残り全部使います。うん、すごい色だね。お、よし、じゃあ行ってみるか。うまくいくか。下が温まりすぎてる。さあ、そしてこれを入れると、フルコース入れます。いい感じじゃないでしょうか。お、すごい早い。さあ時間が経ちました。じゃん、裏はこんな感じなんですが、こっちを見るとまだ白いですね。ちょっと上をね、表面洗い流しましょう。おお、おお、できております。これじゃあ全部ね洗い落としましょうか。おお、綺麗な鏡が完成しました。あとはこれを銀の盾に加工していきましょう。はい、表面がねだいたい乾きました。こっち側の裏の面結構ちょっと弱いので、引っかいたり触ったりすると銀が取れちゃいますのでね、透明なスプレーでカバーをしておこうと思います。これでね、ちょっと1日置いて乾かしましょう。
1日経ちました。トップコートがね乾いて手にね銀がつかなくなりました。ではねこのガラスに艶消し加工をしていこうと思います。おお、うん、いい感じで艶消しになってるね。あ、まあまあまあ薄くねスモークガラスになりました。ちょっと乗せてみよっか。おお、なんかめっちゃかっこよくないですかこれね。こういうね、あとはだから再生ボタンだ、これが来ればいいんだ。どうですかこれ、本物の銀で作ったらすげえおしゃれな銀の盾になりましたね。まだね90点くらいかなと思ってるんですけど、文字を入れていこうと思います。文字をね刻む方法なんですけど、シールとかになっているねペラって剥がせるものにねプリントしておきました。これをですね中くり抜いて盾に貼ります。そして砂のサンドブラストかけて刻んであげればここに文字が刻まれるんじゃないかと、やってみようと思います。ここにね貼り付けます。切り込みを入れていきます。完成しました。大変だったねえ伊藤くん、何時間かかったこれ。4時間かかりました相当だねこれね。さあ最後の仕上げ、うまくいくでしょうか。剥がしてみますか。おお、いい感じに、すごい。ではいよいよ組み立てていこうと思います。まずね再生ボタンね、銀の鏡にこちらを乗せていきます。もしこれ乗せなくてもいいんじゃないかぐらいのかっこよさ。瞬間接着剤はね少量をねこうやって点ずつ打っていくとよくくっつきます。そしてですねこれ空気中にある分にはねもうこのまま置いといてもね1日2日ね乾かないんですね。で圧縮して薄くすると、まあ、空気中の水分と反応して一瞬で固まるという仕組みです。そんなことより早く合体しろよっていうね伊藤くんが言ってますが、言ってないはい、ついに銀の盾が完成しました。本物よりもねおしゃれな感じにかっこよく仕上がったんじゃないでしょうか。この真ん中のところが本物のね銀を使った銀メッキの反射ですね。銀をメッキする技術はですねいろんなところでも皆さんの身近なところでね使われてます。例えばねスプーンとかフォークとかの銀メッキの食器もありますし、あとカーブミラーとかもね一つ一つ銀メッキで作られたりもしています。さらにね銀はね抗菌作用もあると言われています。この間のね紹介させていただいたあの銀のメッキされた繊維で作られたマスクとかもそうですし、今ねさまざまなところでね銀のね粒子をこうイオンとかをね振りかけて抗菌作用とかに使われたりもしています。銀がね本当に抗菌作用があるのかどうかとかね、表面にね銀イオンとかこうつけて菌がねいるかどうかとか菌がね抗菌されてるかどうかとかを調べたりとかねやりたいと思ってますので、菌がねそしたら一匹もいなくなるんですかね、ちょっとやってみたいと思いますのでね、そんな風に身近にね役立つ情報とかもこれからも実験していきたいと思いますので、ぜひねチャンネル登録と高評価お願いします。あとね Twitter、TikTok、Instagram とかでもそういう情報を提供してますので、ぜひそちらも登録お願いします。